はい、初訪問の湯沢公園ロープウェイ山頂駅降りたところです。こちらがロープウェイです。ロープウェイは20分間隔で1時間に3本、あの向こうに雲海が広がっています。この建物の奥にガーラへのロープウェイのところがあります。ではレッドノルバまでとりあえず朝一の1本